おーい、負けましたけど、おーい、おい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 、ホテル広島東洋さん、今日もね、満室でございます。予約取れませんね、なかなかね、空室になってほしいんですけど、ちょっと、もう、キモすぎるよ、バンテリン。あれ、なんかこれ、語呂がいいね。キモンすぎるよ、バンテリン。キモンすぎるよ、バンテリン。はい、ということで、いらっしゃいませ。妖怪酒場のカオルです。はい。今日負けちゃったよ。またね、中日さん相手に1点差で負ける試合多すぎなんですけども。そして、前回の試合、私がちょっと体調不良で休んでしまった試合の日に、2点以上取れば、中日には勝てるっていう、あれがね、立証されなかったんですけども、前回の試合でね。けども結局今日も2点以上取れず負けてしまったので、結局2点以上取れば勝てるっていう確率は高いかなというふうに思うので、やっぱり2点取りたいですね、明日もね。はい、ということで、負けたんですけども、本日の MVP を発表したいと思います。今日の MVP は、矢野雅也選手。はい。まあね、タイムリーを打った小園選手と行きたいところなんですけども、今日はね、もう、日本プロ野球のね、新記録を達成しました矢野選手にしたいと思います。22球粘る打席というのがね、新記録だそうで、なんかおそらく77年ぶりに更新する記録だったみたいで、生まれてないと思いながら。そして11分12秒のね、打席だったみたいで、いやもうあれなんかリプレイを延々と流してるんですかっていうぐらいすごいファールでしたよね。本当に素晴らしい打席を見せてもらいまして、その上にフォアボールを選ぶっていう感じだったので、粘り勝ちでしたけども、まあその後ね、相手のエラーもありつつ、3塁まで進んだわけなんですけども、得点にはならずで、ちょっと悔しかった回ではあったんですけどもね。はい、ということで、まあ今日はね、そんな日本記録を達成した矢野選手にしたいと思います。ということで、本編の方に行きたいと思います。それでは、大関をお願いします。今日の試合結果でございます。9月22日、バンテリンドームで行われました、中日対広島の第23回戦でございました。2対1でカープが負けました。貯金が2になってしまいまして、再び4位になってしまいましたよ。今日はね、ベイスターズが勝ったので。そして阪神対巨人はですね、阪神が勝ったということで、マジックは減らず、むしろゲーム差1に縮めておりますので、まだ優勝はわかりません。カープはとりあえず CS を目指して3位に上がれるように頑張りたいですよね。はい。ということで、本日先発は中日が涌井投手、広島が森下投手でございました。勝ちは涌井投手について3勝5敗、負けは森下投手について10勝9敗、セーブはマルティネス投手が42セーブ目となっております。ちょっとね、森下くん貯金のまま今シーズン終わりたいので、ね、あと1勝はしてほしいんですけどもね、ちょっとね、負けが続いてますね。はい。ということで、本日の結果は以上でございます。はい。続きまして、今日のスタメン予想ゲームの結果発表でございます。今日はこんな感じでした。バスーン。はい。ということで、結構惜しかったですね。今日は22点という感じだったんですけども、キャッチャーをね、私は変えたんですよ。ここ最近ちょっと森下くんが3試合連続クオリティスタートじゃなかったので、ここバッテリー変えて坂倉選手かなと思ったんですけども、やっぱり相澤選手できましたね。というと、本当に森下くんの相性がいいのって相澤選手だけなのかもしれないですね。わかんないですけども。そして私は、森下くんがクオリティスタートをしばらくできてないっていうのもあったし、それよりも林選手を使いたいがために坂倉選手をキャッチャーにしたっていう方が大きかったんですけども、今日は、まあ、相澤選手がキャッチャーに入っていたということで、林選手は入っておらず、坂倉選手がファーストという感じでございました。そしてね、またね、キャッチャー相澤選手が9番のね、打順になるっていうのを してきましたね。また再び復活ですか。という感じで、今日は22点。まあでも20点超えたので良かったんですけども、試合結果は良くない。はい、ということで、今日のスタメン予想ゲームの結果発表は以上でございます。
はい、続きまして今日のトピックスでございます。今日のトピックスはちょっと少ないんですけども、まずね、先発の森下くんなんですけども、6回投げておりまして93球で失点が2という感じだったんですけども、まあ久しぶりのクオリティスタートということで、ちょっとね、あの途中ピンチがあったりとかもしたんですけども、2失点で抑えるという感じで、まあ調子が良くない中でも森下くん頑張ったかなと思います。はい。そして攻撃なんですけども、本日初回にね、野間選手がヒット、そして矢野選手がバントで、小園選手のタイムリーで1点先制という感じで、最近ね、でも先制してもまた逆転されることが多いので、まあ、大事なんですけども、先制はその後も大事だなとしみじみ思っております。はい。そして6回にですね、この今日の大きなトピックスでもある矢野選手が22球粘ってのフォアボールというところで、いやーすごかったですね。11分12秒だそうで、新記録でございます。プロ野球新記録、77年ぶりの更新だそうで、はい。でその後ね、フォアボールを選んで塁に進むんですけども、で牽制悪送球で三塁まで進むっていうチャンスがあったんですけども、点入らずって感じでした。はい。そしてね、8回なんですけどもね、ワンアウト二塁で矢野選手がヒットでね、葉月選手がホームまで走るんですけども、アウトになるっていう感じで、まあ回さない方が良かったんじゃないのっていう意見とかもあると思うんですけども、あれはもう、細川選手が完璧すぎました。あの返球はもう完璧でしょ。もうただそれだけかなと私は思っておりますので、全然回して良かったかなと思うんですけども、だってあれ少しでもそれてたら全然1点入ってましたもんね。なので全然私は、小坂選手を褒めるだけです。はい。という感じで、攻撃は以上で、本日のマルチはなしでございました。ここ最近ね、2桁安打あったんですけども、やっぱり中日戦となるとそこまで打てないので、今日は4安打という感じでございまして、マルチはなかったんですけども、4番までの選手が全員1安打ずつしておりました。野間選手や矢野選手、秋山選手、小園選手の1安打ずつのみという感じでございましたね。はい。今日はね、リリーフはですね、黒原投手が三者凡退1奪三振という感じで好投でございました。まあ、森浦くんもね、ランナー1人出してしまうんですけども、1奪三振という感じ、無失点で抑えておりました。はい。という感じで、菊池選手がですね、今日あと1安打で12年連続100安打っていう感じだったんですけども、今日はヒット生まれずということで、明日にお預けとなりました。ということで今日のトピックスは以上でございます。はい。続きまして2軍の試合結果でございます。本日は佐伯総合スポーツ公園野球場で行われました広島対阪神の第23回戦でございました。2対2の同点でございました。で先発はですね、広島が常広投手だったんですよ。そう、常広くんだったんです。なので私投げましょうかなと思ってたんですけども、普通に登板しておりましたね。で阪神が津田投手でございました。でホームランは阪神の野口選手に第4号ホームランが生まれております。そして先発のね、常広投手なんですけども、今日は6回投げておりまして86球2失点という感じで、クオリティスタートでございました。まあね、阪神の初ヒットがタイムリーになってしまうという感じで、2回まではね、ヒットがなかったんですけども、まあフォアボールを絡んでの失点だったので、ちょっと痛かったかなという感じですね。そしてね、DH 制にはせずに、今日は、ね、常広くんが打席に立ってたんですけども、まさかのね、先頭バッターとして打席に立って、常広投手が、そしたらバントをしたんですよ。なので、まあこれは練習だと思うんですよ、バントのね。でその練習をしたことによって、ああまた今季1軍で投げるのかなというふうに思いました。なのでね、10月になるのか分かんないですけども、また登板があることを楽しみにしていたいと思います。はい。そして高監督はですね、まあ立ち上がりに苦しいんだけど、彼の力からするとこれぐらい抑えるのは普通かな、もっと良くなるということです。はい。そして今日リリーフなんですけども、8回に大道投手が三者凡退1奪三振という感じでございました。はい。そう、今日ねスタメンでね、1番ショート田中選手でございました。やっぱちょっとね、まあ、ショートが多分足りてないのかなっていう部分はあるので、そこでね田中選手がねショートに守ってましたけども、初回にですね田中選手がヒットを打ちまして、で佐藤選手がタイムリーツーベースを打っておりました。まあね、田中選手も一塁からよく走ったなっていう感じでしたね。はい、ナイスランでした。そして5回にはですね、ロベルト選手がツーベース打って、
相手の暴投で三塁まで進んでフィルダースチョイスで1点追加という感じでございました。でね、そう2対2で今日は同点だったんですけども、9回ね、中村翔成くんのスリーベースでサヨナラチャンスがあったんですけども、そこで松山選手が代打で登場するんですけども、ホームランがちょっと惜しいライトフライで試合終了って感じで、サヨナラ勝ちならずって感じでしたね。でもすごいいい試合だったかなと思います。で本日のマルチはですね、田中選手の4打数2安打、佐藤選手の3打数2安打1打点という感じでございました。コウ監督はですね、田中はショートもやって動きを取り戻してほしい、打撃もいいものが出ているとのことです。はい、ということで本日の2軍は以上でございます。はい、続きまして明日のスタメン予想をしていきたいと思います。明日の先発はですね、松木平投手対森投手でございます。松木平投手はね、今季初対戦でございますね。まあ、2軍ではね、私結構名前出してたと思うので2軍では対戦してましたね。はい、松木平投手ね、今季は1勝3敗でございまして、防御率 4.54、 対右に対しては3割7分1厘、対左に対しては2割3分5厘という感じでございます。はい、そして私のスタメンはね、こんな感じにしたいと思います。バースン、はい、まずね、明日は森投手なのでキャッチャーがですね、前回坂倉選手だったんですね。なので石原選手かなと思うんですけども、ここはあえての磯村パンチにしたいと思います。もうね、理由はすごい単純なんですけども、明日名古屋最後だから磯村選手でいきましょうっていう理由です。石原選手の可能性も全然あると思うんですけども、私はちょっと磯村選手でいきたいなと思います。はい、そしてあとはですね、一緒ですね、あとは今日と全く一緒にしました。意外に松木平投手ね、右の方がめちゃくちゃ打たれてるので、これはどうなんだろうっていう感じもあるんですけども、右打者の方だから、なんかそう考えるとやっぱり右に強い石原選手をキャッチャーにする可能性は高いかなとは思うんですけどもね。ちょっと堂林選手もスタメンで使ってほしいなとは思うんですけども、まあどうなるかっていうところですね。はい、ということで本日の動画はここまでにしたいと思います。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメント、拡散の方よろしくお願いします。カープは残り試合10試合となりました。カウントダウンが始まってる、やだ、残り10、楽しみましょう。ということでお客様お帰りです。ご来店ありがとうございました。バイバーイ。